サンディエゴのフィッシュチップスのレモン、ケチャップ、タルタルソース添えフライドフィッシュは魚介類を揚げた料理。通常、魚を揚げる前に衣、コク粉、ハーブ、香辛料をつける。魚は世界各地で揚げ料理にされ多くの食文化において重要な食品である。西洋の食文化ではフライドフィッシュはペスカドフリートに起源を持つものがあり、 イギリス料理のフィッシュチップスもこれに影響を受けた。フィッシュチップスはイギリスや同国の植民地であった国々でテイクアウトの代表的食品として定着した。また、大西洋ダラを使ったフィッシュケーキのフライはアメリカ合衆国の食料品店の冷凍食品コーナーで広く売られている商品である。一部のファストフード店ではマクドナルドのフィレオフィッシュのように フィッシュケーキを使ったサンドイッチを提供し、ロングジョンシルバース、スキッパーズシーフードチャウダーハウス、キャプテン・ D、ー、アーサー・トリーチャーのように、フライドフィッシュを名物料理とする北アメリカのチェーン店もある。洋食物の生ずるいは世界中でフライにして食される。フランス料理ではムニエルが代表的なフライドフィッシュである。ありがとうございます。